じゃ早速読んでいきますか。引きフェスの話からしますか。そうね、もう忘れちゃった。どういう話にする。それはさ、もう記憶から消してる。まあでもダンスだよな、ダンス。まああれをダンスと呼んでいいのかどうか分かんないけど、うん、まあね、キレキレのね。確かにね、俺だけね遅かったわ。ワンテンポずれてましたね。でも合ってるつもりでやってんだよ俺。ああ、そうなんだ。太郎さん、あれそうなんだじゃねえ。俺と二人きりで練習した機会あったじゃないですか。あったね。俺たちだけ一日多く行ったもんな。そうですよ、一日多く行ったんですけど。それであれだもんな。あの練習の時からずっとワンテンポ遅れてましたよ。治ってないんかいと思いました。言ってやれよ。いや、言ったし、振り付けの人にもワンテンポずれてるって言われてたし。あれさ、分かってるんですけどね。映像編集で少しだけ前にずらしてくださいみたいな、あの音源みたいな感じでさ、全体的に気になるじゃないですか。そう、全体的にちょっとだけ俺だけあの早めにしてください。そんな特殊な編集は無理ですね、多分ね。なんかでもあれだよね、最初の初回の方練習の時からさ、うん、なんかみんな休憩してる時、ソラルさんだけ一人だけさ一生懸命練習室の先生に教えてもらって、うん、まあ、超頑張ってたから、うん、形になってたし、最終的になんか俺の方見て回ってなかったですか。まあ、見てた。浦田さんのやつを結構参考にしながら回ってたりはしてた。俺間に挟まってたから。浦田さんはどこで回るんだろうみたいな。でもウェイだけみんな揃ってた。そうさ、あ、確かにあれはね、まだできるわ今も。ウェイはできる。ウェイはできる。できる。俺もウェイは別にできる。ウェイだけはできる。俺も確かに。ウェイだけはできる。まあ、でも何やかんや、なんか踊るソラマフが良かったですね。ちょっと楽しかったな。珍しいから。うん、おお。本当ですか。あんまり良かったですか。見えないからそういう部分。もう1年に1回ぐらいやったら、あ、いい、我慢できる、うん、いや俺あれが一生で一番最後の踊りだもん。ああ、嫌だったんすか。そんなこと言っちゃう。いや、やっぱり向き不向きってあるじゃん。なるほど、まあそうですけど、でも似合ってましたよ、ウェイ、うん、似合ってましたよ。どんどん遅れていくよ、大丈夫。次は2テンポくれる。いいじゃん、なんか気づいたらなんか2サビなのにソラルさん1サビ踊ってるみたいな。俺だけ1サビの踊りだけ繰り返してる。みんなはけてるのにソラルさんだけラストサビ踊ってるみたいな。あの、でも多分ソラルリスナーは喜んでましたよ、多分。喜んでなかったらまあ次はない。あのね、でもね、あまりにちょっとね、その浦坂とのねスキルの差がありすぎて、まあそれはわかる。そんなない、そんなことはないだろう。ブロンズ隊とダイヤ隊が一緒にゲームしてるみたいな。エーペックスで例えるな。感じになってたよ。アドラレさん的に嫌だった振り付けランキング1位なんすか。うん、嫌だった。大変だったにした。大変だった。大変だった。引きフェスの前にさ、なんか一個難しい方ってどっちだっけ。難しい方あったよ。難しい方ってなんだ。難しい方。蹴り上げるやつ、うん、かな。あかな。ああ。2つのコマンドかな。2つのコマンドだ。が難しかった、単純に。簡単であれば簡単であるほど安心はできるよね。初心者的には。はい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 。でも次もし。意外とさ、なんかさ、あれだよね。これ簡単すぎませんかみたいな。もっと難しくてもいきます。あ、やるやる、この二人はやるのよ。いや、俺じゃない。俺じゃない。俺そんなこと言ってないけど、みたいな。俺とソラル言うんだよ、それを。ね、俺とソラルさんがもう見てるだけなんですけど、マフと浦田さんが、俺はもっと難しいのいきますね、みたいな。で、マフも、いけます、いけます。こんな、もっと難しいのやってほしいですって二人が言って、俺とソラルさんが、マジこいつらみたいな。バカタはなんだかんだでもいけるじゃん、だって。いや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 、俺らはやっぱり一緒に頭悩ませてましたよ。でもさ、うん、できないけどさ、やっぱ嫌ですとは言えないじゃん、うん、まあそうっすね。やるしかないからさ。追い詰められてたんや。思いながら、もう一回多く練習に来てずっとリズム一個ずれてたんすね。そうだよ、かわいそうに。でも今まで踊れなかったのに踊れるようになったわけだし、次ソラマフ浦坂のライブがあったら、絶対その
さらにさ曲増えてくわけじゃん。そう無理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 、絶対 4は入ってくるよ。ロールプレイングゲーム FPS 俺だけ座ってやってるわ。じゃあ俺いや動くソラルさん見たいな。あじゃあ終わりだけ真ん中で歌って、ちょっと後ろで3人で踊ってバックダンサーみたいな。ダメダメダメ、なんで俺らバックダンサーになんなきゃいけないんだよなんで俺らバックダンサーになんなきゃいけないんだよ。ダメダメ、あ合わないがあるんだって。いや多分ね、頑張ってるソラルさんを見てきっとリスナーも、あ私も頑張らなきゃって多分勇気づけられてますよ、おそらく。やっぱ進化してる姿を見せたいじゃないですか。だから次はマフいいこと言う ね、 ねえ、やってなかった A メロとかにも振り付けが入ってくと、いやいやいや確かに、そう基本振り付けがあるみたいな、全編踊るから、ね、いや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 。なんでそんなに、なんでそんなに、いやうまだ裏坂は分かるよ、なんでそんな踊りたがってんだよお前。いやでも俺自分のライブで一曲も踊ってねえってもう振り回されるソラルさん見た見てて面白いですけど、やだよ。なんかここだとさ、こうさ世界観が違くても許されるみたいなとこない？うん、ああ、はっちゃけて、はっちゃけてもいいみたいなね。はいはい、そうソロとちょっと全然違うからさ、全然違うことできてちょっとまたそれ楽しいんだよね。うん。うん、まあブレイクかなみたいな。なるほどなるほど。うん。